テトリ川の妖魔軍を打ち破ったことで投石者は確保された。これで閉ざされた扉を破壊すれば甲虫を救えるはずである。過去、テトリ川から投石者が向かっているとの報があった。過去は変わった。今こそ甲虫殿を救い出すのだ。援軍？どこから？まさか若が戻ってきて。投石者は北東より運ばれてまい、到着した。今しばらく時がかかります。よし、ならば今なすべきをなそう。自力なのなら私もお手伝いいたします。我が武田騎馬隊よ、とどめよ。清涼の武者どもに引導を渡せ。バカが戻ってきちゃうなんて、俺の覚悟が台無しだよ。やる覚悟だ。俺たちは共に生き延びるのだからな。バカたちのおかげでこっちは大丈夫。それよりも両盛りを何とかしないと。一人で食い止めてる甲虫殿は危ないよ。投石者があれば助けられるはずだ。一人で死なせませんぞ。これで皆を救うことができる。カグヤ、お前のおかげだ。でも言う、私はお手伝いを差し上げただけ。真に過去を変えるのは皆様方にございます。承知。必ずや変えてみせよう。やるな、大したもんだぞ。超えた武田の騎馬隊か。はい、行かれません。手強い。それを言うなら俺たちも音に聞こえた清涼の騎馬武者だよ。清涼の誇りにかけて遅れは取るまい。コウトコ殿、どっしりしててかっこいいよね。Ah!
手取り川より投石者が到着いたした。これで閉ざされた門を破壊でき、おお、一段と冴えておいでですな。さすが若、ジェイク、ジされている。投石者で破壊する。メス、やりよう。敵将高黎明が討ち取った。ここで口当てろ。冴えておいでですな。参ります。前よりも力が強くなってるみたいだね。なんと、どうやって抜けてみよう。清盛様の受けてみよう。真田幸村、受けてみよう。とにかく戦うしかないようだな。貫く、なるかん。
戦わせては術が解けるか。戻れ雪村。これが素の舞い。俺が助けられておっては世話ないがい。じゃが助かった。これからはわしも共に戦おうぞ。